配信中ではしばらくお待ちください。はい、皆さん、こんにちは。2024年1月の5日の、トリスナルレーザーシャーシ始まりました。始まりました。はい。で今日は前回ね、あの話そうかって言った話によって、アクチャンネルレーザーと、天名声こと、コーチャンネルレーザーでーす。お願いしますね。ありがとうございます。はい、で、今日何を見せようかなと思って、持ってきたんですが、もう多分手に入れた方もいると思うんですけども、何でしょうか？これ、わかりますかね？大御所の、これ。これですね。あ、すごい。これの中なんですが、映ってないような。映ってないこれですね。これね。あ、遅延か、これ。遅いんだね。で、うん、おー、これはあれですか、あの大黒さんのね、ビッグブラックベアですか。あの、こういうふうに、いろいろと書いてあるんですけどね。うん、あ、すごいね。で、メッセージカード入ってるんですね。ね。で、うん、あれでしたっけ、あのホテルのやつのディナーショーのあれでしたっけ。そうですね。これですね。メリークリスマス。BB です。これですね。そう。ビッグブラックベアですね。ブラックベアですね。ねえ。これですね。うん。あとはね。皆さん届いたと思うんですが。はい。届かなかった方もいるのかしら。なんでしょうね。忘れちゃう、わかんない。いいけど、これですね。あの、これね、すごいね。見てください。大黒さんの年賀です。ああ、まきちゃんね。はい。これは素敵ですね。これ、あの、来ましたよ。ああ、すごいすごい。年賀です。まきちゃん。で、これがね。すごいな、年賀ね。バッチ。あ、ビーズね。ちょっとね、ごめんね。ちょっと文字が見にくいかな。素敵ですね、ビーズのもね。うん、そしてこれがね、舞ちゃんね。あ、舞ちゃんね。舞ちゃんすごい ね、あの、タイアップついたからね、あの、普段のオープニングがね、今はちょっとね。アンダーベリングラブなのかな。そうですね。すごいですね。で前回ちょっとマキちゃんのね、何をやろうかなと思って、ちょっとね、見たんで、開封動画の人たちが持ってきたんで、それ見せましょう。うん、これがアンコンションラブっていうさ、あの、マイちゃんのさ、やった、配信のライブかな、うん、その時のね、配信ライブかな。ありがとうございます。ありがとうございます。かぐさん、ありがとうございます。ありがとうございます。これは、ハジゼロっていうね、うんうんうん、あの、カナのオープニングテーマだったね、うんうん、あの、ね、やつですね。あれそういえばあのダイジェスト映像良かったね、あの、そうですね、あのあれのさ、なんだっけ、うん、サブスクが始まったじゃない？これでなんだっけ、リハーサルとかってあるよ。これなんかのリハーサルのね映像らしいんです、うん、でこれがほら今回のねタイアップついた、うんうんうん、アンダベリングラブね。今回はね、あの、あれですね。ね。うん。これがあの、もう、あの、今、あの、エンディングになってる、ああいう、ああいう。言わんだいね。言わんだい。言わんだいですが、あっちのね、ビーズの歌もね、あるもんね。ビーズの方にもあるんですよね。あれは何だったっけ？ラブメアラブルだったっけ？やっぱね、このさ、舞ちゃんの拡大版でさ、うん、やっぱあの、あれね、やっぱ白い雪とかね、うん、恋に恋してたらそういうのが結構ね。コナンの歌が多いですね、やっぱね。もう25曲ぐらいだっけ？うん。やっぱね、舞ちゃんはやっぱ衣装がね、気に入ってて、うん、まあ、08の T シャツ？うんうん。あれは、デニムって言ってあの、あの、ミタボがね、うん、ついてるんですよ。あとはドレス。やっぱまあ、今年のあれ撮れてるといいね、映画のね。そうですね。どうなんでしょうね、結局。うん。皆さん、これはわかりますかね？はい、見てますか？うんうんうん、それ何の時だっけ？ああああ、あのあれファンクラブのやつ、ファンクラブですね、うん、FC ライブだったっけ。そう、うん、多分レーザーも多分買った記憶があるやつじゃない？ 8 月の買った買った買った8月のやつだね、うん、あれも良かったですね、
これ見ました、レーザー見ましたよ、これ生で、あの配信で、うん、ああそうそうそう、そう配信するテレビで、よかったね、よかったですよ、本当美味しいですよ。あとこれね、まいちゃん、ベニーとさ、皆さんね、かわいいんでね、そう、ベニーちゃんね、ベニーちゃんです、でこれなんか、まいちゃんがね、2023年に挑戦した一つのね、うん、あのちぎりパンって初めて作ったらしい、パンらしいんで。ちぎりパン皆さんもなんかね、新しいことに挑戦してくださいね。今年の1年はね、新しいものにはね、挑戦するっていうのがね、奇跡、あの、シーズンなんでね。でなんで今日は大黒さんかっていうと、うん、まあ、大黒さんね、まあ、レイザーも結構ライブもね行かしてもらってるし、うん、レイザーの多分76の動画、うん、に乗っかってんのが、うん、あれ大黒さんの本人が持ったね、うん、私物、うん、で大黒さん本人も持ってるしレイザーも持ってる、あ、そうそうそう、あれが ね、 ね共通のね、ちょっと一番いいね、うん、なんか額縁みたいなのがあるんで、ね、ガラスアートね、そうガラスアートですね、うん、よしよかったら皆さん、あのレーザー76番の動画を見てください、うん、よかったらチャンネル登録をね、そこしてくれて、ね、ありがたいと思っています。ボロ76のやつだったっけ、あれそうですね、すごい覚えてるんだ、見るかな、読む、どっちか、うん、見るとか読むとかのやつ、見るか読むだと思いますね、うん、それではあとはそうだね、大黒さんのね、ライブ行った時にやっぱすごいのはね、やっぱほら、ダートとね、やっぱあの、君、あの、今あの、YouTube でさ、20周年あの、どれだろう、ラブのやつ。なんだろう、ドレスコートのやつ。ん ?20 周年あ、じゃあ、まいちゃん、あの、大黒さんのさ、あの、バブル、バブのやつ。あ、リーダーショー、リーダーショー。周年ではないでしょ、あれ。リーダーショーか。うん、そうそう、今ディナーショーのね、あのやつが YouTube でね、うん、やってそれ見てください、そうそうそう、ダイジェストね、ダイジェストだけど、うん、あれ結構あの生でなかなかあのライブでね聴けない曲とかあの歌ってくれてるし、うん、あとやっぱ坂井泉さんとね実現できなかったね自分の曲もね聴けますし、あとやっぱあのやっぱあのちょっとね面白いっていうかね、なかなか見れないものは見れるんで、ね、あれは見てください、素敵ですよね、そうね、あの時バブル世代だったんでね、あのまあ年代が多分、あ、皆さんありがとうございます、ありがとうございます、まあね、あのまあ嬉しいですね、嬉しいですね、それで結構まあね初コメ、あ、あ、初コメありがとうございます。ありがとうございます。まあそういう風な感じでやっていってて、まあ、あとはまあ、あれかな、舞ちゃんに関しては今もう結構5曲ぐらいも出してるんですよ。そうそうそう。で、あと今、グリーンバレーって結構前、ずっと前、幸せの扉っていうね、うん、曲であの、グリーンバレーのあの、やつやったんですけど、うん、今回またあの、グリーンバレーがあの、新しい、うん、ものを出すっていうので、あの、まいちゃん CM をね、あの、曲やってて、本人も出てるんで、そこの方がね、フォーエバーフォーっていう曲なんですけど、結構ね、バラード的なね、曲でまたいいんで、ね、見てあげてくださいってところですかね。うん、でも、あとは他にもあれば、他にもありますけどね。まあ、何があるかというのも結構、そうだね。あとまあ、ビーズとかもね、あの結構ね、6月か7月かな、そうね。ライブがあるんで、皆さんそこアスタタというゲームをやりつつ、上のあの、でクリアしてて、なんとか駆けつけるような形をお願いします。で、あと、最終的に言うとね、2月の4に、あの、ティーブランの、そうです、そうです。ライブに行ってきます、はい。シングルツアーですね。シングルツアーで、あの、全部ね、あの、シングル曲なんで、うん、そこでね、
まあ、皆さんにね、なんかあのグッズ紹介と、うん、まあ、CD 紹介をねしていけたらいいなと思ってて、あと10月の10日でしたっけ、配信ライブ10月、2月とかでしたっけ、うん、そうですね、2月10日にあの配信ダードね、ダードの配信ライブが、うん、なんか明日ちょっと変わった、これテープがすごいね、今あるらしいんですよ、ね、それはあの配信なんで皆さんあのぜひね、FC 限定なんでね、ぜひとも登録をしてね、月額だからね、あとファン限定なので、あの、見逃すと次、いつ入れるか分かんないんで、うん、ぜひともあの300円なんで、うん、安いんで、あの、ぜひ登録をして見てください。ぜひともね。そう、あとね、ワンズも、あ、違う、はい。フィーフランも、うん、まだあの、ライブが、あの、いろんなところでね、あるんで、まあ、もし、行ける方はぜひ行ってください。行ってください。なかなかシングルだけっていうのもね、ないんでね、うん、結構まあいろんな曲を見てね、嵐で、あ、入ってますよ、この新しいベストアルバム、うわすごい、 Brand Complete Singles Satisfy、まあ、そうですね、かっこいい、かっこいい、いいですねこれね35曲がなかなかね、ないから、すごいよね、すごい、あとまああれだね、まあ、だから現地で買って特典は欲しいっていうのもあって、うん、あと直販で買うとこのアーティストカードが付いてるんですね、直販で買うとアーティストカードが付いてくるらしくて、うん、でなんかあの Facebook でも X でも何でもいいんで、そう SNS でね、 SNS でハッシュタグをつけるとね、あの嵐からね、あ、メンバーからね、そうポストカードなんか2種類2種類ぐらいもらえるっていうふうに。1個は共通で1個はランダムなんです。そう、1個は共通で、もう1個はランダムらしいんで、あの、皆さんもしね、あの、よろしかったら見て、あの、一緒にトークしましょう。まあ、そうするとやっぱ嵐の方にもね、励みになるし。デビュー曲からここの、やっぱりいい、ね、ここまで全部タイアップがついてるんです。すごいね。この2曲以外ね。そうですね。今回はあの、デビュー曲から、ずーっと始まってって、ニャイアイの爆弾まで。ニャイアイの爆弾までが、あの、結構。それは追加収録なんだね、きっと。あの、シングルじゃないから、ね。やって、それでまあ、それが結構サイアップもね、ついてる曲もね、何曲かあるんで、うん、それをまあ皆さんもね、聴いてね、あの、ちょっと楽しんでもらえればね。そう考えると、シーボラも 30?3 年なんですね。そう、シーボラも33年で、うん、今回ダードもね、あの、33年。うん、マイちゃんは32年いいやか ?25 年じゃない。25年いいやかなっていうのは。マイちゃん、俺すごいな、それだったんで。うん。歳がそういうことになるそう。まあ、マイちゃん、歳わかんないからね。うん。年齢不詳だよね。年齢不詳だよね。うん、全然デビュー年が変わってないんだよね。すごいよね。そう、すごいんだよね。うん、でもあと皆さんね、今ね、サブスクが結構ね、流行ってるんですけどね。うん、まあサブスクはね、できればあんまり見てもいい、見ないで言わないんですが、見るんだったらやっぱり CD ご購入の上でね、そうなんです。見てほしいですかね。ちょっとね、まあサブスクだけだとね、ちょっとわかんないことがあると思うんですよ。うん、やっぱあの DVD とかで Blu-ray の方が、本映像があるんで、あのね、皆さん、ありがとうございます。ありがとうございます。初コメありがとうございます。いいじゃないの。A さん。A さん。初コメです。ありがとうございます。ありがとうございます。で、そろそろね、あの、27日、ん？そうか。やつはまあ、しょうが、あとはまあそうだな。今、コロナまだね、収まってないし、あと石川の家に住んでる人は地震だねでしたかね。本当大変ですね。本当大変でしたね、あれは。本当にあの、まあ、あの、まだあの、助かってないね、方もいらっしゃるし、まあ、救出をね、されたっていうのもね、結構ニュースでね、見てますんで、多分ね、レーダーは多分まだね、助かってない人は、多分生きてると思うんで、
皆さん ね、 そ、 うですね、そこをね、あの一つ一つでね祈って無事にね、あの救出できるような、うん、あの作業をね、あの心待ちにしましょう。本当ですね。やっぱりね、地震がねあったからって言っては、その件がね悪いと言わないから、うん、ね。今ね、これあのまああの地震災害のさ支援っていうのがね、あのアーティストの方がさやってくれてるから。ね。そうね、あの X 山 YOSHIKI さんなんて、ね、また1000万だったね。1000万もね、あの給付金をね、うん、してくれるって言うし、もしかしたらあのまた他のアーティストさんもね、なんかもしかしたらあの寄付はね、あるかもしれないんでね、皆さんね、あの故郷をね愛するって気持ちがね、うん、皆さん同じなんでね、そこはまあ大切な気持ちを持ってね過ごして生きていただければいいと思っています。そうですね、そうね、まああとはまあ皆さんもね、やっぱその石川県には石川県にしかないいいとこあるしね、うん、まあそれもね、レイラも石川県は行ってないことないかわかんないんだけど、結構ね友達が旅行にいて、うん、石川県は魚がうまかったとかね、やっぱ人がいいとかねよく聞いたから、レイラもね次旅行でも行けたら ね、 いいね、ぜひ石川県の方にねちょっと旅行に行ってね見たいなと思ってはいますね。だからまあ皆さんもね、なんかあのどっか旅でいい思い出とかね、そういうの聞きたいですね。聞きたいな、ぜひともね。あとまあ何でもいいですよ、何でも聞きたいことだったら聞いてくれてもいいですよ、ね。まあ、あんまりちょっと変なことはね、そうですね、言えないけど、ピーなっちゃうわね。そうそう、だからまあピーってなっちゃうから、なんかまあ普通にまあなんかあのどういう風にね、あの女がアピールしたらいいかとかさそうだろうね、まあ、あとはどうやったら自分を伸ばせるかとかはね、そういうのはちょっと自分のねチャンネルで日々学んでやってるんで、その辺はちょっと教えすぐできることがあるんでね、皆さんそこの方はねゆっくりと見ていただけるとありがたいですね。ね、そうですね。でもあと皆さんもね、あのねこうやってまあレイザーのね配信をね忙しい中ね、まあ、見てくださってね嬉しいですね、ほんとね、まあ、あのやっぱアイテムもね、うん、結構あの初コメの方がね3名ちょっとついてくれたのほんと嬉しいですね、嬉しいです、ありがとうございます。じゃあ皆さんもねこれからまあいろいろとねあると思うんですが、負けずに自分らしさを大切にしてね行ってもらえると嬉しいです。いや、あと皆さんもね、あのぜひともまだね、フィーブランもね、ザードのね、まだあの予約ね、あのまだあの間に合うんで、ぜひともあの予約をしてね見てくれて、やっぱアーティストの励みにもなりますし、そうですね、まあいいと思うので、まだじゃあもう10分ぐらいありますけど、まあ見てほしいかな、10分ぐらいありますけどじゃああと皆さん、まあうるさいようだけどマスクねして手洗いしてソーシャルディスタンスを取って、マスカーですか、マスカーかな、やっぱりやっぱねまああとね、それやらないとね、本当今ニュースになってないけど、収まらないからさ。そうだよね。これがもう今ね、あとまあ、あと感染症、うん、今何がね、あの、普通に、うつるか分かってないから、ね。そこはちょっとみんなにね、やっぱ分かってもらわないといけないかなって感じはするかな。そうね、だからみんな一つのね、あの予防が本当に幸せにね、つながるから。そうですね。で、あとはまあ本当にね、やっぱ家族でもね、あの異変起きたらね、うん、なんか PCR 検査でもね、してください。あとインフレもね、ちょっとまだやってないって人いたら、あ、
みちさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ハスカミ、ありがとうございます。わーん。ね。まあ、なんかまた。嬉しいですね。嬉しいですね。みちさん、ありがとうございます。優しくて涙が出ちゃいますわ。それで、まあ、あとは、まあ、いろいろとね、コメントもね、なんか打ってくれてもね、いいんでね。やっぱ、あれですかね。いや、まあね、レーザーのね、やっぱ動画もね、こうチャンネルやってこその動画になっているんで。あれこっちさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ゆっくりしててください。20日目ありがとうございます。嬉しいですね。嬉しいですね。まあ。でね、まあ、こうやってね、皆さんもね、見てくださるとね、ほんと励みがね、つきますね。ほんとですね。で、レザーもね、やっぱ生配信していく上でね、皆さんのね、なんかそういう悩みでもね、いいし、皆さんのね、こういうコメントをね、聞いて、いいねをね、アイテム送ってくれるのもすごいね、嬉しいです。うん、嬉しいですね。やっぱね、いろいろな人のね、動画のね、配信をね、見させていただいて、やっぱ、まあ、雑談から始まって、何かをね、見せるっていうのはね、やっぱりちょっとあるんじゃないかなと思って、やってるんです。今ね、特にね、しばちさんはね、特に今すごいのが、誰でしたっけ？ひーちゃん？ひーちゃんとかね、結構すごいですよね。すごいですね。過激ですね。ちょっとなかなか真似できないというか、何かその、学びたいんですけど、ちょっとここまでなりきれない自分がいるという、すごいね。とこなんですよね。まあ、恥ずかしいとかじゃないんだけど、そこまでメイクしてまでやりたいかって言ったらね、ちょっと気合がね、入りすぎてる。振り切れないね。え？振り切れないね、そこまで。そう、振り切れないですよね。そこまではなりきれるっていうのはちょっとね、プロの違いかなと思って。まあね、これおみくじだったらね、レーダーもね、近い時に、お寺屋さんに行ってね、やってもいいかなと思ってね、初詣をね、やってないんで、ぜひこのチャンネルとね、一緒に初詣方がね、ね、行っていきたいと思ってはいますけどね。代表でなんかいいけどね。あ、踊りみーちゃん、ありがとうございます。ありがとうございます。ゆっくりしててください。いやー、ほんと、嬉しいです。嬉しいですね。まあ、あとね。まあ、入ってきた方もね、聞き忘れたかもしれないんだけどね。やっぱマスクね、してください。ねやっぱまあ、こういうね。まあ今日はこのアクセしかないんだけど、まあリーダーね、他にもね、アーティストのね、アクセ持ってるんで、これからまあ紹介したいです、ね。ちょっと紹介してね、行きたいかな。限定アイテムとかもあるからね。そう、限定アイテムもあるんでね。手に入んないね、ファン限定のね、そうそうそうアクセもあるんで、うん、あと絶版のアクセもあるんで、うん、その辺はちょっとまあ、ね、近いうちにね、持ってきて、みんなに見せていただいたらちょっといいかななんてね、いいですね考えてます。でね、まあ、体力があるときにね、ジールのね、サイン入りのね、額縁入れパスタをね、ちょっと持ってこようかなと思ってますよ。なかなかね、いかついからな。いかついのに体力がね、ないんで、そこまで。ギャードルだからね。そう。結構ね、あれね、大きい重いんですよ。もうね、レーザーもね、ちょっとね、2月の12月30日からね、1月3日までずっと膨らんでてさ、昨日ちょっとお休みやっとね、もらえて、大変でした。今日はね、そして皆さんにね、会いたいというか、生配信をしてね、
楽しんでもらいたいと思って、一応今日はあの元気をもらってるし、配信をね、元気を与えたいですね。そう、配信をね、させていただきたいっていう、ね、あの配信をね、今日はしています。今日からね、ワンズさんのね、ニューデジタルシー大胆がね、ダウンロード始まりましたからね、そうですね、ぜひとも買ってください。そうですね、ちょっと ね、チャンネル、あの今日はね、歌おうと思ったんですけど、まだ入ってない、ちょっと大胆が入ってなくてね。でもそのうち入るんじゃないですか、ね、そうですね、やっぱコナン好きにはね、ちょっとたまんない一つじゃないかなと思うんですよ ね。18日には入るんじゃないかしら、ね、そう、18日には多分ね、リリースされると思うんで、皆さんそこの方をね、見てね、くれるとありがたいですかね。ね、皆さんもね、あの今インフレも流行ってるんで、まだあの予防接種できると思うんで、頑張ってください。というところはありますかね。ね。あ、マチさんですね。おめでとうございます。おめでとうございます。緑の山さん、ありがとうございます。ポポちゃんですね。はい、おめでとうございます。ありがたいですね、なんだか。あ、なんか、また、ふばっちの MA さんからね、岩手がふばっちポイントのボーナスをつくらしいね。あ、ありがたいですね。本当嬉しいですね。嬉しいですね。ありがとうございます。次回はちょっとね、感覚空いちゃうんですよね。18日なんですよ ね。次回はちょっとね、レーダーたちもね、13日後ですね。副業とかね、スケジュールがね、スケジュール詰まってしまって、次の配信18日、うん、にちょっと、ね、結構間が空いちゃうんですよね。うん、でもね、今度もちょっとね、週1でできたんだけどね。そう、今度週1でできたんですけどね、ちょっと来今月はちょっとあの、忙しくて、スケジュールがね、溜まってしまってね、皆さんとね、そうですね、こういうね、あの楽しいね、お話ができなくなってしまうのは、本当に悲しいです、ね。しょうがないですよね、だけどね。で、まあ次18人は何か、まあ、あのまた皆さんがね、楽しめるようなね、あの、お話をね、考えてきて、あとまあ、またね、今日もチャンネルでね、あの、歌ったんで、あの、いい人もよかったら、カルサイデータ登録をして、そうですね。見て、あと、このチャンネルと、シモンファッションの方もね、ファッションもね、ぜひとも、あの、登録をね、してください。カズチャンネルレーザーファッションもありますからね。そう、レーザーのね、あの動画ね、このチャンネルの方載せて一本みたいなもんだから、うん、必ずあの、励みになりますんで。ね、そう、皆さん一つ一つのね、心をね、図解がね、あの、身を結ぶんで。つかずこですね。そうですね。あと、まあ皆さんもね、あの、ほら、あの希望はね捨てないでくださいね。 そうです、そこ大事ですよね。あとね、自分をやっぱ信じるってことが大切かな、うん、生きてる限り何かありますよ、こともね、まあ、自分のね力を信じるものは報われるっていうからね。そうですね、エイザーもね自分の力を信じるからね、うん、だからみんなもね自分をね信じましょう。本当ですね、もう最後に信じる自分しかいないんで、うん、信じちゃってって。あとは、もう皆さんもね、やっぱね、周りのね、人の感謝をね、している方だけでも進みましょう。そうですね。あの、それ、その方が幸せなんで。うん、ウギャーする人はあんまり出しないでね。うん。自分をね、愛してくれる人だけ、うん、あの、ね、あの、大切にしていければいいと思ってます。本当ですね。あとね、まあ、もう一つ言えることはね、自分のね、やっぱ長所を伸ばしていきたい、いけばね、多分いいと思うんですよ、うん、今。そうですね。ね、やっぱ人間生きてきてあるからね、自分のね、長所を伸ばして、短所はできるだけあの、抑えて、あと自分でいいと思うところは、皆さんの、どんどんアピールしてっていいんで。じゃあ次はね、13日後になりますけど、ちょっと寂しいですね。そう、次はね、13日後というね。頑張ってお互いね。そう。またお会いしましょうね。ちょっとね、悲しいですけどね。お会いというのはね。うん。皆様、レーザー登録、ありがとうございます。ぜひとも、カズチャンネルレーザー登録ね。YouTube もありますからね。お願いします。お願いしますね。あと、あの、またアイテムありがとうございました。ありがとうございます。とっても嬉しいです。励みになります。初コメントもありがとうございます、ね。コメントもよかったらね、くださいね。ちょっとお話ししたいですね。そうですね。